皆さんこんにちは、ヤンダイです。今日も天気です。先日梶助さんにご飯に行ったわけじゃないんですけど、インタビューに行った時にフグちゃんが玄関にいました。ナンバーラブなんですけど、ちょっとお話を聞いてきました。そして器を使った写真また送られてきましたので、ご紹介させていただきたいと思います。生きとるかフグちゃん、あんたはあらら、ナマナマズリコル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 コ、うちナマズも来てんけど、ナマズ料理は怖いわね。またフグもこれから、はい、これから、はい、夏に向けて石川県のフグがたくさん上がってまいりますので、フグも持ってみようかなと今考えております。お楽しみ皆さんどうぞお楽しみに。いかがでしたか？今度は夏の初めの器作ってみました。どんなものが盛られるんでしょうかね。器はお食事のお着物、着物器、なんかワクワクします。新作作りもまた楽しみになってきました。皆様もどうぞお楽しみに。ではまた。